はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時の MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、どうでしょうね、音の方が多分これで改善してるとは思うんですけども、まだおかしいようでしたらまたコメント欄いただけたら嬉しいです。はい、パソコンの方を新しくして、いろいろと環境を調整してたんですけど、まあいろいろ接続不具合とか、まあそこら辺も回復は多分してると思うんで、もう大丈夫かなと思うんですけど、まあわからん。あれは原因が結局よくわからんかったからね。はい、まあそしてね、本日紹介するデッキはこちらです。ラクドス宝物ということで。まあランプではないんですけども、宝物をとにかく出して、絶望将来チャンドラ、多元宇宙の突破に得たありと、まあ、ここら辺を早く出すと。で、相手赤タンとかだったら、このシェオルまでをね、早くつなげるということでね、こいつが入ってます。土剣組一家の調達者、2マナ31。で、死んだら宝物を出すと。まあ、相手のクリーチャーと相打ちして、宝物トークン出して、3ターン目にシェオルとかいけたら、まあ、大体赤タンはね、辛い状況になるんじゃないかなと。はい。まあ、あとはね、切り崩しとか、まあ、とにかくアグロ対策結構ね、しっかりしてる感じですかね。収穫者やら、ね、兄弟やからの終焉とかね。まあ、とにかくこの後半、ここら辺に行きたいなと。早くね、そういう感じのデッキになっております。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。7枚でキープ。さあ土地が来てほしいところだけど、まあ調達者から行きましょう。いやこれはいいですね。アタック、切り崩しか。さあ偶話、ちゃんと除去されたの。さあ2枚捨てます。さあ鏡割りの銃は、2枚捨てます。さだ、どうする。大勝ちでいくか。なかなか引きが渋いですね。さあしよう。
サダック。Learned much during my travels. Let me show you. これ特別パターンかな。投げ首。まあ、特別はとりあえずなくなったけど。で2体ブロックされて、フォローが残る。どうする？行くか。できれば使いたくなかったけど。あ、そっか、捕まんでもよかったが、今失敗したな。サダック。とりあえずでも土地来てくれたんで、さあこれで、ターン終了。もし特別されたとしてもなんとかなるように。ライフ多いな。
almost sad to see you go. まあ、本体殴りに行きましょうか。少しでもね削っていきたい。I'll be back. I will return many times if necessary. まあとりあえず土地出すか。ターン終了。しまった、エンチャントやられた。今のはミスった。さあシェウ、なかなかしんどいよな。しまったな今ミスったのか、ミスったの、今のはミスったな。ちょっとわからんけど多分ミスったな。まあ、とりあえず殴りに行こう。さあアタック。絶望将来。ブロックして欲しかったけど、しゃあないな。ターン終了。さあ1枚捨てて1枚引きます。さあアタック。絶望将来。さあ一気に削っていこう。ターン終了。どっちの方がいらないか。捨てるか。なかなかつらい、なかなかつらい。ターン終了。いやつらいね。ドローを選ぶわな。いやーここで土地引きはちょっときついわ。それはしんどくないか。ちょっとおー助かった。絶望将来、これはめちゃめちゃ助かった。さらにシェルを出していきましょう。追い込んでいこう。
組あるか。あと3点遠いな。あと4点。これ婚礼の発表か。ターン終了。切り崩し3枚全部使わされる感じですかね。これやばいな。本当に無駄相撲がすごいな。おー怖い。何来る。ソリンか。そうだね、ソリンだね。うわ厳しい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 。当然ドローだよ、ね、おこれは助かったぞ。しまったか。これミスったな。しくったしくったしくった。やばいやばいやばい。本当にミスった。使わんわけにいかんよ。ここで倒すとかほんまにやられる。向こう見えてないのが2枚と。まあいくか。突っ込め突っ込め。スタート。当然切り崩しでやられるけども、カード引く。ターン終了。さあ次のターンも突っ込もう。さあ突っ込め突っ込め。さあ当たる。おこれはありがたい。ツードロー。そして絶望将来。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープします。さあ3枚目の土地が結構重要になりそうですね。ここで引いてくれると助かるんですが、さあ切り崩し。さあ怖いね。次サリアとか来たら基本地獄だね。いやこれはいい引き。鏡割りの空は。ジングラの守護者か。ブロックせず行きましょう。さあ2枚捨てます。とりあえず殴るか。
シェオル行くか。さあ、シェオルドレッド。多分 A 感情持ってんじゃないかな。まあ、ということでスルーしましょう。金の保証が来たと。さあ、鏡割りの分は。調達者。さあ、ダック、殴っていきましょう。ターン終了。まあ、おそらくホーロー王は入ってないんじゃないかな。さあ、ややこしいの来ましたね。エーデリンか。だろうね。こうブロックしましょうか。さあ、ブロック。2枚捨てます。どうにかしてエデリン倒したいんだけど。倒す。
サブロック。サボラ星戦士が来ました。どうしようかな、これ何点食らう ?8点9101013 結構食らうな。あ、後ろ。眼鏡の視点しか。一体だけか。サブロック。はい、対戦ありがとうございました。結構まだ微妙だった気もするけど、いけたんかな。ちゃんと計算してなかった。さあ、7枚でキープ。さあ、調達者。ランプデッキか。わあ、怒りの大天使。それは痛いな。痛いな、もう今のめちゃくちゃ痛いな。いや、痛すぎるやろ。ターン終了。
いやもう次のターンぐらいにアトラクサ来るんじゃないこれ。なんともならん。厳しいなこれ。ダメだね。なんともならんな。こいつ倒したとて。いや、行くしかないな。なんとかするしかない。さあ、こいつ44だっけ？なんか一応チャンドラで両方焼けるのは焼ける。次のターンのアトラクサ出てきて絶望将来っていう感じか。さあチャンドラ。アトラクサだけだったらなんとかなるか。絶望将来2発飛ぶわけですか。むしろって感じか。さあ来い。コツカか。土地が欲しい。お、土地が来た。これはありがたい。さあ切り崩し捨てます。ターン終了。当たりか。厄介ですね。とりあえずこれから行くか。絶望将来。これがコピーされるんで。チャンドラが戻ってくる。さあこれでターン終了。ターンもらいます。さあまだねちょっと安泰ではないので、大勝ち。絶望将来が欲しいかな。引かないね。探しに行こう。引いてきましたね。さあ絶望将来。
さあ収穫者を出して、土地を出して、さあこれでターン終了。サブロック。さあ税決の収穫者。さあまず倒しましょうか。さあ大勝ち。あんまりこの呪文唱えたくないね。さあエタリ。あ、トラクサ来ちゃった。さあこれでターン終了。おいった。なかなかやってきますね。さあ絶望将来。I will burn Phyrexia to ash. Is it wise? さあ鏡割りの具を出していきます。でかいね、66。エターリ。痛いな。動きしますか。カード2枚捨てる。まあ拒否しましょうか。さあ絶望将来。さあライブラリーがねかなり寂しくなってきましたけど、さあチャンドラで、はい、対戦ありがとうございました。
7枚でキープ。さあ、相手はエンチャントか。なんとか竹内の突破まで行きたいところではあるが、できればあんまり動いてきてほしくない。あー、さあ収穫者、でかくなるのは非常にめんどくさいんで一旦焼いとこう。とりあえずね、エンチャントが並び始めるとめんどくさいんで、まあそれは OK でしょう。殴ってきたら2体ブロックでもいいし、で何つく飛行か。どうする、ターン終了。さあ5-5になる。これはまあ普通にブロックいきますよ。さあ大勝ちで、大勝ちしてるか。先に一回これ食らわしとくか。一回食らわしてターン終了。1個ぐらいいいか。さあ多元宇宙の突破いきましょう。2つを選ぶ。難しいな。チャンドラ行ってもいいんだけど、
エターリの方がいいか。チャンドラもろいか。チャンドラにしよう。さあこれでターン終了。さあここ結構大事だね。さあ、シェール。鏡割りのグアムいきます。さあ、バック。ライフ回復よりとにかく守る。チャンドラを守る。チャンドラさえ守りきれたら勝てる。さっさと絶望将来引いてこっちか潰しに行きたいね。さあまた虹の中に鋼の視点師、うん、強いな。動きが強い。さあシェオル捨てます。さあ大勝ち。さあ警戒。さあ2体で殴っていきます。まあ次のチャンドラも引きましたんで、ライフ削ります。これでもう次のチャンドラで落とせると思うんで、さああと2点。の反魂か。そうか、どうしようかな。ブロックするか。7点。まあ別にブロックはしなくていいかな。いや、しまったな、これ。さあ、チャンドラ。
絶望将来探しに行くか。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。ちょっとハンドが重いか、まあ、とりあえず2ターン目に収穫者出せるからなんとかなるやろ。おー、こっちで行こうか。調達者、次土地引いてほしいところだけど、ああ、いいですね。さあだ、ブロックしてきますか。結構意外だったな。セレズニア・ヒューマンという感じですか。まあ一つきついのがとにかくね、土地を引かない。どうする。スタートアタック、あ、グーを捨ててカード引くか。うわー、マジかやばい、めっちゃ事故った。いやー、ちょっと待ってね。さあダック、殴るしかないよね。さあ収穫しよう。きつくないですか。いや、きつくないですか、これ。結構痛いぞ、これ。まあ、でも、たまたま、運よく、きれいに掃除ができそうだ。まあ事故ってるのには変わらんけど。これでハンドが何も使えない。まあ倒せばな。これでやっと同じ土俵に乗ったか。さすがにこのカードは遠すぎるな。シュート。厳しいな、厳しい。メリーラ、さあ兄弟仲の終焉。
ターもらいます。厳しいな。チャンドラを捨てます。さあ沼来い。沼が来た。さあ絶望将来。よし、ここから逆転していく。来ましたね。さあシェオル、ターン終了。このターンシェオルが残れば勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。また赤タンか。もう赤タンばっかりでストレスがやばいね、これ。間違えた。さあアタック。はい、オッケー。しそしてブロック。とりあえず殴れだな。さあ鏡割りの偶話。よし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 、それだったら特に問題ないかな。さあ2枚捨てる。いやまあ2枚ってやってんだこれは。さあ絶望将来。さあ機械化戦がなくなったのがすごく楽になった。さあ次のターンシェオルでもう勝ちですね。とりあえず殴りますか。さあアタック。何かある。引っ掛けるかな。このカードでも本当強いよね。4点火力は。危ない。はい、対戦ありがとうございました。これはどうだろうね。高校だけど面白いっちゃ面白いけどね。この土地引きもいいし、
まあダメランっていうのがちょっとしんどいけど、多元宇宙の突破がねどんな感じかですね。連結の収穫者か。まあ痛いけど、痛いけど行くよ。サダック、さあ調達者もう一体。除去を捨ててきた。結構向こうからしたらきついんじゃないかこれは。打ち消しも捨ててきた。さあだっ、サタン終了。いやゴリゴリ殴っていこう。サダック、さあシェウル、さあ宝物が出てくる。こいつですかね。さあチャンドラ、さあ X5 で、さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。ようやくミシックですね。はい、いかがだったでしょうか。ラクドス宝物ということで、とにかくね、宝物を出して絶望将来、チャンドラ、多元宇宙の突破、ターリ、まあ、ここら辺をね、ぶち込んでいくというデッキだったんですけども、まあ、こいつ結構ね、どうだろうね、追放除去が今少ないか。だから2マナ3、1、まあ、ブロックしながら宝物出すっていうね、まあ、こいつもそうなんですけど、だからアグロの序盤を潰しに行くと。で、さらにあの、兄弟中の終焉とかね、まあ、ここら辺でアグロの序盤潰して、とにかくシェオル行って、で時間稼ぎしながらこの後半のね強いカードで勝ちを開いに行くと、まあそういう感じのデッキですね。はい、これでもあれだね、今思ったけど間違えてるね、土地が引かんと思ってたら入ってなかった竹沼ね。はい、これで完成ですね。はい、まあそんな感じでラクドス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。